こんばんは。商売242ページ。ここで少し商売について触れておきたいと思います。ちょっとこっち向いちゃおうかな。商売においても入力出力の関係は個人と同じです。利益、売上、集客の入力は自然がコントロールしています。もう自然の欲が働き出していますので、出力だけに全力を注ぐとうまくいくようになってきました。今世界中が、朗読の途中だった。でも、世界中が出力、全力になってますね。働くなとは言わないけれども、家にこもって、お金を使うことしかやることないですよね。世界中を王の時代に舵取りしてます。使ってください。なお、商売がうまくいかないというときは、とりあえず業種ハードは変えず、やり方ソフトを変えてみると良いでしょう。王の時代の3分の1の法則を使って、規模を3分の1に縮小するのも一つの方法です。商売も今職と同じように、自分もお客様も好きで楽しく楽で便利なものを作り出すことを心がけるといいと思います。利益は自分で作り出すものではなく、自然から分け与えられるものです。益の意味は利益の益ですね。思ったより多く溢れ出るほど入れてもらえたときに、自然が認めてくれたことを意味します。利益とはお金、ハード面だけではなく、やった以上に思った以上に相手が喜んでくれることです。したがって、利益のない場合は自然が承認していないということの証拠ですから、やってはならないのです。怖いわー。今まで、そして今までもまだ、原価プラス利益は倍価を決めています。近頃特に気になるのが価格の付け方です。今までの時代のルールの一番目に来るのが、嘘とごまかしでしたので、仕方がないことなのですが、価格が98円、998円とか、わざと大台に乗らないようにごまかしているのです。特に目立つのが、テレビショッピングで見たことですが、なんと1万円台でこんな高級なものが手に入りますと、見ると19,999 円です。なんで2万円にしないのか。その意味はもうお分かりでしょう。そのおまかし。さらにもう一つ、とても疑問に感じていることがあります。近頃は一年中セールをやっていますが、中には 75% 引きというものも見受けます。そうすると、それでもまだ利益があるなら、一体いくらが適正価格なのか、という純粋な疑問が出てきてしまいます。消費者にとっては高かったものが少しでも安く手に入るのは嬉しいことですが、これもごまかしの時代はまだ続いていることの証拠です。しかし、王の時代になった時は、こうしたごまかし、嘘のやり方は成り立ちません。なぜなら、ごめんね、眠い。王の時代に交代して出てこられる神様は、嘘、ごまかしが大嫌いなんです。嫌いなの。王の時代のルールは、正直がモットーです。今はもうこのルールは少しずつ動き出していますので、せめて、1000円、2000円と並ぶく釣り銭が出ないような価格設定にすると良いでしょう。そして徐々に正直さを増していくようにしていってください。時代が進むにつれて値段はあってなきがごとくのようになります。今の経済システムでは無理ですが、例えば買う人によって値段が違ったり、あるいは商品の値段をメーカーや売り手がつけずに、買う人が好きなだけ支払う形です。お客様がつけてくれた価格が商品の価値である値段になります。原価は自然が知っています。
売る側が1万円と思っていたものが5000円しかいただけないというときは、自然がやめなさいと教えてくれているのです。自然が認めてくれたとき、最高は2000倍になって返ってきます。お米の粒の一粒から最高2000粒の稲穂ができるのです。Amazon で10倍、50倍のマスクありました。あれは、まあ結果として処罰が下りました。ここ語っちゃいけないんだね、消えちゃった。嘘だった。